2024大阪フィッシングショーというのが開催されてまして、まあ、堺ただり浜として初めて出店ということで、まあ、釣りする人と包丁っていうのはすごく相性がいいって、まあ、前からちょっと思ってたんですけど、まあ、今回ちょっとハプソンさんという釣り具メーカーさんと協力させていただいて、まあ、出店ということになりまして、今回津本さん究極の血抜きの津本さんとのコラボの包丁のご紹介っていうのを兼ねて出しまして、と同時に、まあ、堺高木のコマーシャルということで出店しております。世界で一番使いやすい包丁、これ堺高之っていうのを作ってもらってるんですけど、これの専務の青木さん、僕を引き出してくれた人なんですけど、僕考えたらね、包丁1本あったらいいっていうふうになって YouTube の中で、なんか出番もいらん、こんな包丁1本あったら魚なんかさばけるんです。僕はこれで、サンマおろしから皮引いて刺身までするから、まだ大丈夫よって言って、大手さんに喧嘩を取るかもしれないのに、わざわざ僕に連絡くれて、そのさんの方で作りませんかっていうのがきっかけで、まあ、ここまで来てるんですけど、この青木さんが。はい、行くわ。で、使ってると、どん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 刃がまっすぐになって、切れなくなる、滑り出すんですよ。で、こうなったのをまた研いで、これに戻してやるっていうのが、いわゆる研ぎの、動作っていうことで、まあ、このギザギザっていうのがすごく大事で、これノコバっていうんですけど、このノコバがなくなると切れなくなる、柔らかいのが滑らかな切り口になるっていうので、まあ、お寿司屋さんとかがすごい細かい砥石使うのは結局そういうので、寿司ネタとかはやっぱり口触りとかそういうのが大事なので、細かい砥石を使うっていう、はい、あとこれもさっきのしなり、このしなりっていうのがあるんで、まあ、骨に沿わしてこうギリギリまで攻めていけるっていうので、これもわざと先の方を潰してしなるように作っています。だからこのしなりは結構ポイントを教えています。まあ、この包丁はすごい粘りがあるので、まあ、これなんかもうあんまり太い方になるんですけど、まあ、ちゃんとこの分かってる人にしたら体あたりやしたらこれで罰になっても、まあ、大丈夫。こじるってこうねじったりすると、まあ、かける場合があるので、そこはちょっと気をつけていただきたいと思います。僕的にこの包丁って家庭にあったら多分普通のところだったらほぼほぼ一緒ですよね。でこの包丁を超える包丁って世に多分出てこないと思う。僕はこれを超える包丁って出てこないと思うから、買ってて間違いない包丁だって。これ同じように研いでる見えるけど、実は指で力変えてるの。1,2,3,4 って指で研いでる。まず1,2,3で先っちょ。すごい大人気で、ファンの人もいっぱいいてて、これはちっちゃいんですけど、すごいでっかいマグロ、マグロも釣ったりとか、すごい大活躍なんで、量もするんで、
まあ、高い木の包丁を使ってくれてるんです。いつもね、まあ、愛用させていただいてます。あの YouTube もすごい人気で、ちーちゃんフィッシング、はい、ちーちゃんフィッシングクラブで調べていただけると出てきますので、お願いします。ぜひよろしくお願いします、はい、これからも包丁を一生懸命研いで愛用させていただきますので、はいはいはい、お願いします、はい、よろしくお願いします、はい、OK です。釣り業界もすごいですね。なんで、あの、つながってるからね、絶対に使うもんやな、まあ、今回初めてあのちょっと出させてもらったんですけど、なんかすごい可能性を感じる釣りの業界、ね、やっぱでも好きよね。好きですね。ポギーの質問もすごいですから。あ、どん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 、じゃあ知らんもん、やっぱ。でも彼生で見れるっていう機会なかなかないから、プロが来てる。だから、まあ、僕も今回すごい参加してよかったな。またよろしくお願いします。じゃあどうもありがとうございます。